君がクスクニ教授君か。はじめまして、モニカだ。まさか天上原理事長自ら出向いてくるとは。で、どうかな、うちの夏季合宿の講師の件受けてくれるかな。そして私の処女を奪う挑戦もしてみないか。え、理事長？その言葉と気持ちに嘘はなさそうだが、俺にはわかる。 OVA 一話分の尺の中でお前の処女を奪うのは無理だ。あなたも冷静に言い返さないで。君は相当感が鋭いな。その通りだよ。今回私は攻略対象ではないのさ。心底残念だが、ほんのお詫びだ。理事長、この男は素人少子で受け持った女子予備校生全員とエッチした上、合格後に交際を申し込んできた子も全員振ってるんです。犯罪者、女の敵。別に女子だけ教えているわけじゃない。ちなみに学園長と一緒で君も処女だろうな。よく見抜いたな。さすがは200名以上の予備校生を全員合格させただけはある。改めて依頼を受けてくれるかな。これはここが一般公開されるのは来週からみたいですよ。君はもしかして予備校の合宿参加者か。するとあなたも。クスクニ教授だ。この合宿で講師をすることになっている。クスクニ先生。え、それってなんだ、俺のこと知ってるのか。それはそう構えるな。俺の指導は強制じゃない。嫌なら一切俺に近づかなければいいだけの話だ。ただ俺のところに来たのなら誰だって必ず合格させてやる。必ずな。必ずですか、本当に。あとはお前次第だ。私は今日会ったのは詐欺沢カレンと長岡さとみか。それと誰だ。バッカじゃないの、あの男。あれで講義を受けに来る生徒なんていないわ。クスクニ先生、決心はついたか、ナルミ楓。だって本気で志望校に合格する覚悟があるやつだけが俺のところに来い。以上だ。先生は私にどんなレッスンをしようと考えているんですか。俺に疑似的に惚れてもらう。ナルミ、お前は7月7日を見失った織姫だ。え？毎年最愛の彦星と会える日に目と心が曇っていて橋を渡るチャンスを逃す。それが今のお前だ。俺なら確実に受験という名の橋を渡らせて合格の切符を持つ彦星に会わせてやろう。先生ってば自信満々すぎです。指導を受ける心の準備もう少しさせてください。全部ほぼ満点か。本番でもこんな風にできたらいいんですけど、手が震えるんです。落ちたらどうしようってなってしまって。だからこその俺の指導だ。最大の弱点であるそのメンタル、見事に克服させてみせよう。顔近いです。こんにちは先生。ああ、よく来てくれた。はい、覚悟を決めてきましたから。安心しろ、お前が考えているような過激なことはしない。過激なことなんて考えてません。今日はキスをする。それで終わりだ。え？俺に全てを委ねろ。
今回も全てうまくいきそうだな。この山は立ち入り禁止と聞いていたが、まさかセレブのための場所だったとは。すまないが、このエリアの立ち入りは遠慮してもらおうかな。よくカメラの場所に気づいたな。ここは私が本気で認めた相手か。私の身も心も屈服させた者だけが入れる。今の君ではまだその資格がない。君のそういう引き際をわきまえているところも好ましいよ。相席よろしいですか？冬美か、構わない。はい。死の結果さすがでしたね。なるみさんが1位、詐欺沢さんと長岡さんも含めて上位陣独占ですもの。今の冬美なら俺に追いつくことができるかもしれんぞ。モニカも喜ぶと思うがな。お姉様のことは今はいいんです。約束通りお姉様の処女を奪いに明日ここを立つからな。さすがに時間がない。失礼します。ん？なんだ。はい、天神原オーナーからクスクニ先生にと。成功報酬といったところか。なんだ、膝に力が。まさかさっきの。どこに消えたんだ、クスクニ教授。まさかこのスイートエリア内にいるっていうのか。監視室、クスクニ教授がこのエリアに入ってこなかったか。確かに入ってきましたが。迂闊だった。もうここに。気づくまで随分かかったな。だがこれでチェックメイトだ。無事に合宿は終わり、教え子たちも皆志望校に合格した。俺はというと、突然モニカから報告したいことがあるから来てほしいと連絡が来た。まさか俺が出来婚するとは思ってもみなかったが、モニカとなら後悔はない。